地図ラジオ沖縄大里送信所は沖縄県南城市大里麻台城にあるラジオ沖縄の送信所である。1960年に開局以来、那覇市首里崎山町の高台に沖縄テレビ放送と送信所を共有していた。1985年6月にアトブが送信所機能を島尻郡富臼村の NHK 富臼高安テレビ放送所に移転してからは、 ロック単独の送信書として機能を続けた。しかし送信書の撤塔や放送機器の老朽化、周辺地域の開発、そして当時の郵政省の放送用周波数使用計画で周波数変更と出力増力が琉球放送とともに決まっていたため送信書の移転が検討されていた。当初はトミグスク市の旧 n t t グスク通信所跡地を希望し、 日本テレビ系列のテレビ局併設をも見越していたが、万古との景観や周辺住宅への電磁波被害などから、富城市川に建設を断られた。なお、移転先が、島尻郡大里村に決まり、1998年1月に着工、同年7月に完成、それに先立ち試験放送が行われた。また、深夜には、 NHK 熊本第二放送が隣接周波数であり、大出力のため、同時に試験電波として歌謡曲を流し、渾身の確認が行われた。8月1日3時の放送終了をもって、首里崎山送信所からの放送を、停波、2時間後の5時の放送開始とともに、現王外送信所からの放送を開始した。送信所の移転とともに、 周波数は7 8 3ヘルツから8 6 4ヘルツ出力は5ットから場合の1 0ットにそれぞれ変更された。送信開始を記念して安森の暁デービルが大里送信所から生放送された。通常は送信所機能だけだが、イベント開催にはサテライトスタジオとして緊急時の場合は予備スタジオとしての機能もある。場所は 沖縄県道86号ハイワル地年線沿いにある。この送信書は A ラジオ送信書としては珍しい自立式鉄道送信書である。周波数、出力変更後も夜間渾身が完全に解消されたわけではなく、2000年以降、北部や先島地方には次々と FM 局が開設された。ありがとうございます。